こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回のタイトルはね、速稼塾の中で詐欺師が生まれているよってことでございます。これは真面目な話なんですけども、私のね、速稼塾の中では何もないところからお金を稼ぐ方法はお伝えしてます。そのスタートラインとしてあるのが、セルフワークだったりね、それからセミナービジネスだったり、こういった動画を販売するってことなんですよ。つまり商品が介在していて、サービスやアフターフォローがあります。それに見合った価格設定を、例えばね、1万とか2万とか5万10万さまざまするのは塾生の個性だと思います。ただ残念ながら、お金を貸してくださいとかね、いう速稼塾塾生がいます。これは信用してはいけません。お金を借りるなら、真っ当なことやってれば金融機関が貸してくれます。個人間での貸借ってのは、いくら借用書があってもそれは二束三文ですから、借用書みたいなもので安心させてね、それでお金を借りるっていう方向に騙されないでほしいと思います。それからね、私は速稼塾の久保さんの弟子ですっていう風な冠言葉をつけてお金を借りる人がいますけども、もう私の影響力があるから借りれるんでしょうけども、そんなことを言わなくてもね、自分の身一つで勝負して借りるにしても、人からお金引っ張るにしても、自分の名前で引っ張ってこれない人が、そういう風なね、私の名前を使ってね、私の信頼でお金を借りるっていうのは、まさに二束三文の所業なんですよ。ですんでね、そういう人も信用してはならないと思います、私からはっきり申し上げますけども、私を含めて速稼塾に関わる人間が人からお金を借りることはないですね。お金を借りるっていうのは、例えばね、5万10万というレベルじゃなくて、1000万2000万というレベルで貸してくださいっていうのはありえます。それはね、ビジネスやってるわけですから。ただね、何十万とか何百万自力で稼げるはずですよ、そしてお金に困ってるんだったら、まず私に相談するはずです。そして久保さん、お金は貸してくださいじゃなくて、どうやったら短期間に稼げるようになるでしょうか。これが弟子の姿ですよ。それをせずに、塾生でもないね、一般の方にお金を貸すように働きかけてくるとかね、返す予定があるんで、返す当てがあるんでみたいな、結局お金を返せない人の常套手段ってのは、確実な入金の予定があるから、それまでのつなぎで貸してくれっていうわけですよ。バカにつんだって話なんですよね。確実に入金の当てがあるんだったら、入金があってからやればいいんですよ。1分1秒争うようなお金が必要なんだったら、じゃあ今までのは何だったのってことですよね、あまり言ってもね、いけないんですけども、私の頭の中には何人かの名前がもうここに入ってますからね。まだ観光例は敷いてませんけども、ただ私はね、もう会った瞬間に、もうバカ野郎ですよね、もう張り倒すような勢いでやると思います。だから私のことをね、逃げ回ってますよね。私が目にしそうなメディアには出てこないでしょ、でもね、ちゃんとね、話入ってますからね、とんでもない野郎だなと思いますよ。それはね、速稼塾の名を語ってるからじゃないんですよ。稼げる人間が稼ぐ行動をやめたってところなんですよ。もともとは稼げてたんですよ。でも会う時、人の信頼を失うような短絡的なことをして、信頼を失うとビジネスは途端にできなくなります。だから今度は金に焦って騙すことを厭わなくなってくるんですよね。波紋ですよね、こういうのはね。それだったら真面目にやって成果が出ない方がまだいいんですよ。よく言いますけども、稼げないんだったら、その実力のまま、その力と心中しろってことですよ、ビジネスを志すんだったら、稼げないんだったら飢え死んでくださいって話ですよ。それはですね、他者からお金を引っ張ってきて、そいつを飢え死にさすっていうのはどういう了見だと思います。特に被害を受けた方からね、私のところにその人の名指しでスクリーンショットとか送られてきたメール送られてきているわけです。私の方に情けないですよね、こういうのはね。久保さんに言うのも筋が違うと思うんですけどみたいな、かなり恐縮して私の方に相談してくれますよ。そんなことがこの5年間ね、もう特定の人間から何回も起きてますよ、こちらからメッセージ送ったり電話したりはしませんけども、なんせもうバレてますからね。でもしね、速稼塾の塾生ですっていう人からお金の話とかね、借金の話を持ちかけられたら、その場で即答せずにすぐに私にお知らせください。必要でしたら、久保さんに許可取ってもいいですかっていうふうに聞いてもらってもいいです。なんで久保さんに借りないんですかって言い返してやってもいいですよ。まさにその通りでしょ、いや別に怒りを覚えてるわけではないんですよ。ただ人は変わります。私の弟子だった時期はありますけども、
一定のレベルで稼げるようになったら一本立ちして、そいつはそいつの責任でやってますから、だからいちいち久保さんの弟子ですとかね、速稼塾にいましたって言う必要はないんですよ。まあ、そんなことね、聞かれるんだったら話せばいいですけどね、自らベラベラ喋ることはないですから。で、これ多くのここまで動画を見てくださった方に言いたいんですけども、目の前にいる人はあなたを騙す可能性があるんですよ。結果的に嘘をつく可能性もあります。だからそれも込みで話をしましょう。お互いに約束通りにならないことはあるんですよ、お互いにね。でも最初からその可能性が強いのに、その場しのぎであの手この手で持ちかけてくる人、それは見抜けるようになっていきましょうということです。じゃあ本日は以上ですね。まあ、気をつけてくださいね。私も込みでですよ、お金を払うのは慎重に、大切なんだったら。特に速稼塾は30年払いやってるわけですから、本当に大丈夫だろうかと、稼いだ後で払ってもいいよと、なんなら稼いでも払わなくてもいいよって私言ってるじゃないですかだから全ては自分の判断ですからね。私の速稼塾はクレジットカードを通さなくても、どっかの審判会社かませなくてもできるようになってます。ですんで妙な分割とかでね、拘束される必要もないですし、支払えなくなりましたって公正証書を作る必要もないです。まあメール一本いただければありがたいですけどもね。まあでも私は私の才覚でこうやって生きてますから、久保からかもってやれって思う人がいるんだったら、どうぞ立ち向かって来てくださいってことですよね。まあこんなところですかね。全ての人は約束の通りにできないかもしれないっていう、そのリスクがあるっていうことを承知でやっぱりね、やっていきましょうってことですよね。だからお金を払ったんだったら貸すんじゃなくて、もうそれはね、帰ってこないと思いながら、借用書がいくらあろうが、で裁判をしたところでね、お金がなければ支払われませんから。裁判ってのは判決は出ますけども、取り立てをやってくれるわけではないですからね。取り立てのはあくまで自分自身ですからね。もう何回も交渉して何回も電話かけて、それこそ下手に出てお金返してくださいよみたいなって、もっともっと立場悪くなりますから、貸すんではなくてあげるっていう感覚、まさにその通りだと思いますよね。それから10万貸してくれって言われたら3000円ぐらいね、あげてください。それでいいんじゃないですか。言われたままに10万満額いく必要はないですから。まあそうすることね、そうするとだんだん来なくなってきますよ、そういう人も。でまあね、もっとお金は保証しますから、だからお金を払ってくださいみたいな妙な話ですよ。簡単にそういう話に乗らないように、なんせお金を増やすためにやってるわけでしょ。だから減らすことにはもっと敏感になった方がいいですよね。まあ、パソコン1台マウス1個買い替えるのも慎重に慎重になるぐらいでちょうどいいと思います。それでは。